ババ出入り口は、神奈川県横浜市鶴見区にある、首都高速道路神奈川7号横浜北線の出入り口である。首都高速神奈川7号横浜北線の生麦、ジャンクション横浜港北 JCT 間は、2017年3月18日に開通したが、ババ出入り口においては接続する都市計画道路、大田神奈川線の法流寺交差点から内時、 交差点までの区間で工事が終わっていないことを理由とし、し用地取得に時間を費やしたことや、住宅地に近接して大規模な工事を行うことから、周辺環境に配慮して慎重に工事を進める、用施工方法を変更したことなどにより、本線開通より、供用開始が遅れた。2020年2月27日に供用開始された。入り口は、 地形的な制約や一般道路との接続位置との関係により、ループ形状となっており、さらに料金所手前で2方向から侵入して、料金所通過後に第3景品方面、湾岸線方面の2方向に分岐するという特殊な構造となる。そのため、入り口は ETC 車専用とし交通の整流化により安全性の向上を図っている。入り口は、 合流時交差点側と内時交差点側の2つがあり、内時交差点側の入り口は接続する大高奈川線の4車線化と合わせて2020年10月21日に供用開始された。なお出口は料金所施設がないため現金者も利用可能。ループの最小半径50メートル、勾配は最大8.1%となっている。ありがとうございます。